なたを大切に思ってるよっていうような気持ちを伝えるっていうことはすごい大事なことだから、それにすごくお花ってものすごい役に立つもの。お花があることによって、1の力がこう5ぐらいになったり、やっぱりはすごい忘れられない一つのシーンだったり、あの時にすごい蘇ってくる記憶だったり、やっぱお花って名脇役みたいな感じだと思うんですよね。2012年から3年連続楽天市場ショップオブザイヤーを受賞したプリティーマーメイドの代表取締役竹本久美子さんのこれまで、そしてこれからを伺います。主人と知り合う前に一人でっていうか友達とお花をデリバリーするっていう商売をね始めようとしたんですよね、最初に。で結婚してから生花の仲卸業と小売のお店もやってたので、2人目の子供が生まれた時に花市場の移転が、大きな移転があったんですよね。ここからまた現場に戻ったり、家と半分半分みたいな感じで子育てもしながらやってました。そこからがもう27年とか8年とかお花の業界に関わってきました。プリティーマーメイドの運営母体であるマーメイドフラワージャパンを設立したのは1991年のこと。花市場の移転の時に問屋さんが小売業をしててはいけないっていう、そういうなんかルールがあって、で小売部門を別に分けたっていうのが始まりです。長く出していた百貨店のテナントが大幅な店舗改正になって、十何年以上出してたお店だったんですけど、退店してくださいということになってしまったんです。で小売店がなくなってしまうっていうことは、もう問屋業にもすごい大きな影響が出て、次お花屋さんを出すにも自分ところのお客さんと競合してしまうということになりますから、自分たちの会社の近辺でお店を出すっていうことはやはりできなかったんです。でもうこれはもうインターネットしかない、その頃が2005年とか2006年とかで、出店するまでだいたい2年ちょっとぐらい悩んで挙句の果ての出店でした。2008年4月、プリティーマーメイドは楽天市場に出店。プリティーマーメイドの名前の由来ですか？主人が、私のことを可愛いマーメイドだとドン引きされました普通の花屋さんで売ってる、カーネーションがいくらですよ、バーラがいくらですよっていう、すぐ近くにあるもう町の花屋さんっていうのをコンセプトにやり始めました。最初切り花全然売れなくって、それをこう色別にしてボリュームが出て、なおかつ鮮度がよくってお客様にも喜んでいただけるのではないかと思って、おまかせ花束というのを始めました。出店して1年後の母の日には月商1000万超えたっていうのがあって、これは当時担当してくださってたECC さん、母の日の勉強会だったり打ち合わせだったりとか、すごく一生懸命してくださったんですよね。母の日っていうのは日本中のお母さんを幸せにできる日なんですよと。1年目の母の日の当時はパートさんスタッフだけで、本当に常勤のフラワーデザイナーっていうのがいなかったんですよね。自分がするしかないっていうところで、本当に家族を、主人も巻き込んで家族も巻き込んで夜泣きながらお花を作ったっていうのを記憶してます。2009年4月、プリティーマーメイドは初の月商1000万円を突破。以降毎年母の日前月の4月にギネス月商を更新。2012年には楽天市場ショップオブザイヤー花ジャンル賞を初受賞されました。2012年、2013年、2014年、この3年続けて頂戴することができました。でも2年取ったら次3年っていうような形でショップオブザイヤーを取るっていうことを、大きな目標に頑張ったっていうところはあります。プリティーマーメイドは3年連続ショップオブザイヤーを受賞し、2014年4月には月商7000万円を突破。お店が成長を続ける一方で、竹本さんは新たな一歩を踏み出す必要性を感じていたといいます。
娘に言われたのが、どうしてそんなにこうお花みたいに綺麗なものを作るのに怖い顔してお仕事しているのっていう、やっぱり自分ではなかなか分かってないんですよね、一生懸命やってるから。当時私の中ではお花で喜んでもらうっていうところから、ショップオブザイヤーを取るんだっていうことの方がこう前面な目標になっていて、大きな目標になりすぎていたような気はします。大事なものを横に置いちゃうとか、目が曇るっていう感じもどこかあったかなと思います。そこからもう一回その原点に立ち戻って、何のためにこうお花をお届けするのかとか、本当に私たちがやりたいことは何なのかっていうことをスタッフとも話をしました。私たちにしかできないお花を伝えるっていうことをもう一回やってみたいなっていうことをスタッフと共有しました。ショップオブザイヤー2014受賞から1年半が経った2016年9月、プリティーマーメイドではお子さんが敬老の日に贈るお花を作るフラワーアレンジメント教室が開催されていました。大事な人、贈りたい人を思い浮かべながらお花を作っていってください。もうちょっと短くてもいいと、花も 1.5 倍くらいの大きさになります。おじいちゃんに会う色、おばあちゃんに届けようと思って、これからも元気でね、お手伝いすることがあったら声をかけてね。お母さんたちの世代がやはりもうお花を触ったことがないっていう方がいらっしゃる時代なので、ちっちゃい時にあのお花を触ったこう経験とか、人にこう作ったお花をあげて喜んでもらう経験とかっていうのも、もう本当に何元にもこう変え難いもの、誰々さんにどんな気持ちでやるか考えてからお花を作りましょうっていうのは、本当にうちのスタッフが日々やってることで、これはお父さんからあのお母さんへのこう、ね、何十何回目の結婚記念日とかね、大きくなられた子供さんからご両親に対する感謝っていうのも、ものすごい心あのやはり打たれますね。毎年毎年ずっと送られてる方もいらっしゃったりとか、注文回数何十回とかって言われあの言うそのリピーターさんたちのお名前っていうのを見るたんびに、本当やっててよかったなと思う時あるんですよね。すごく大切なシーンのお花っていうのが多いので、一つ一つの思いに応えれるようにやっていきたいなと思っています。何回かこの生産者のところに行ってお手伝いしてみたことあるんですけど、本当大変なんですよ、一本のお花ができるまで。でその出来上がったお花を花市場に来て、またその花屋さんに行って、一本の花にかかってる人数ってものすごい数がいらっしゃって、全員がみんなちゃんと同じいい仕事をして初めていい状態でやっとここに届くっていうところなので、毎日がこう奇跡が起こってるって感じ、すごいことだなと思います。だから本当に花業界伸びて伸びていい業界ではないんですけど、もしかしたら何かしらの形を変えてもっと伸びる業界になるんじゃないかなと思ったり、それに私が何かできることはないだろうかっていうのは日々やっぱり考えます。安売りとかそういうことではなく、本当にこのお花が好きなんだと、そういった気持ちでお花を買ってくださって売り上げが立つっていうのはもう、まあ、理想ですよね。